金融者とは一般的に金銭融資などの際に債務者から債権者へ担保として提供された上、担保実行された経緯を持つ自動車を指す属称金融物、金融流れとも、最近では一般的に諸事情により名義変更ができない状態の自動車を指すことが多い。その理由は様々だが、ほとんどは、 自動車検査症状の所有者の意思に関わらず担保、提供されるなどして、第三者の手に渡ったという場合が多い。所有者による売買や担保提供の承諾が得られていないため、当然上渡証明書、委任状、印鑑証明などの名義変更に必要な書類が、揃わず、名義変更ができない。また、すでに倒産した会社や、行方不明者の名義になっている場合など必要書類を、 揃えるのが困難なため、そのまま第三者の手に渡ることもある。これらはバケ合い者などと呼ばれ金融者とは区別されている。それでも有効な自動車検査書及びナンバープレートが備え付けられていれば、第三者による行動の走行には問題はないのでそのまま売買されている場合が多い。最近ではインターネットオークションなどで売買されているのが見受けられる。 名義変更ができず専有という形で他人の名義のまま乗り続けなくてはならないほか、いくつかのリスク、違法性も伴うため、同一車種の一般中古車相場よりも若干安く流通している。巷には、このような車を専門に扱う業者もいる。一般の中古車より安く手に入るからか、好んで乗るものも多いが、下記のようなリスクもある。最近の金融車は、 審判会社などに所有権が留保された車がほとんどである。これは購入者がローンで購入したため自動車検査証上の所有者が審判などのローン会社、使用者がローンにて購入した購入者になっている状態である。通常はローンの残債を完済するまではこの留保を解除することはできない。しかし、このような状態の車でも担保提供を受け融資を 行う金融業者が数多く存在し、それらの業者から金融者として市場に流通するのが一般的である。手放す側には所有者から横領などの罪で告発される場合もある。その上、第三者の手に渡っても名義変更が行われないため、自動車税は毎年課税され、官能するまで督促を受けることになる。さらに、 自分名義の車が心ないエンドユーザーの手に渡ってしまった場合、交通違反の繰り返し、犯罪などに悪用される可能性も無視できない。ありがとうございます。